こんばんは。マイクの位置を間違えてましたね。というわけで78人の皆さん、今日はオープニング前からすごいですね、人数の上がり方が。熊本のローカルタレント、私渡辺大輔です。どうぞよろしくお願いしたいと思います。1月27日火曜日の23時になりました。ナベチカー23、この番組は私熊本のローカルタレント、私渡辺大輔が暇な時間を使っていろんなところをドライブする、特に九州中心にドライブするっていう、そういう番組です。未来さん改めましてこんばんは。友太郎さんもこんばんは。あ、そうです、エントリーナンバー002エントリーしておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。すでにトップオブトップです。いいですね、トップオブザワールドになりたいなっていう感じなんですけど、トップオブザユーストリームなりたいなって感じなんですけど、さすがにそれは無理でしょうけれども、そうです、 T ポイントがね、 LC さんおっしゃる通り 23,922 ポイントということで、381ポイントこの1週間で増やしました。やっちまったな。そうですね、やっちまいましたね。大変ですね、キャッなんていうところもあるんですけれども、今日の動画は1時間26分42秒ということで、かなり時間があります。オープニングコーナー、特に今日も配信主の方が何人もいらっしゃるんですけれども、非常に興味深い、そうです、あのユーストリーム大賞のネタ、中盤の情勢分析なんていうのをですね、前半20分から25分ぐらいかけてやろうかなと思っておりますので、ぜひ皆さんもご意見をどんどんお寄せいただきたいと思います。そして今トップからご覧の方、特に一緒にエントリーされている、びっくりしましたね、昨日111番組まで増えてましたよ。最初100番組だったのが、エントリーチャンネルが101と増え、103、104と増え、気がつけば昨日111なんていうね、すごいことになっておりますけども、改めましてこんばんは。投票後、F玉さん本当にありがとうございます。嬉しいですね。和田氏さんもこんばんは、今宵も参上つかまつりソウル、ありがとうございます。野田さん、オープニングとか流れる動画たちがすごいな、かっちょいいな、こだわりましたから、これが僕のこだわりであります。日曜はお疲れ様でした、ドラさん。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それでは、早速、皆さんもね、もうちょっと引っ張っても仕方がないんで、87人の皆さんと、88人の皆さん、末広がり。いいですね。なんてことを言いながらですね、早速参りたいと思います。今日の2-3ニュースは1本です。投票14日目、どうなる？ユーストリーム大賞2014。投票が始まったのが、このカー2-3の配信が終わった水曜日の、午後2時過ぎだか3時過ぎだかだったと思います。その日から始まって今日が14日目、もう本当に中盤も中盤というようなところなんですが、ちくまさん始まった、そう、始まりましたよ。エントリーナンバー002、投票よろしくお願いします。本当僕の言いたいことを言っていただいてありがとうございます。まさにそうなんです、002に入れていただきたいんですけれども、タコさんこんばんは、ランラン、ようこそお越しくださいました。では皆さんとともに、非常に興味深い話題ですよね、このユーストリーム大賞2014中盤の情勢分析なんていうのをやっていこうかなというふうに思っております。皆さんもぜひどん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 ご意見をいただければと思います。さあ、このね、ユーストリーム大賞2014でありますけれども、いよいよ投票期間が始まって2週間ということになりました。早速見ていきましょうか。私ナベッチのまずは気になるポイント、これをですね、4つほど挙げてみました。 LC さん、順位としては福耳が2位か3位付近じゃないかと、ルンルン親子が10位ぐらいかというような予想を立ててるというわけですね。今回私、今まだ投票中ということもあって、順位はまだ言いませんが、ただこの辺がベスト10に入ってくるんじゃないかなっていうのは、この後
お伝えするということにします。まずは私ナベッチの気になるポイント1点目、こちらです。意外に多い不出馬、今回のエントリー要件は前回と同じく100人以上の登録があり、そして2014年に配信の実績があるチャンネルっていうのが今回の、参加要件といいますか、エントリー要件だったんですけども、それを満たしているにもかかわらず出られないチャンネルっていうのがいくつかあったと。例えば僕生ハゲであり、そしてこれがちょっと一番意外だったんですが、ストラボ東京、これがエントリーしてないんですね。おそらく出ていれば2位になるのは間違いないんですけども、1位になれないから嫌と思ったのかもしれません、わかりません。金曜ハミングもそうですね、西ラジ、FM 相模勢、2番組とも出なかった。1個にまとめて出るんじゃないかなっていうのはあったんですけど、2つとも出ないっていうのはちょっとびっくりしました。某総選挙みたいに中間発表してほしい。そうですね、それの良し悪しっていうのは結構あるんですよね。黒熊さんこんばんは、ようこそ。ユーストリーム大賞の結果が楽しみ、本当そうですね。ウクレレさんちらっとこんばんは、ようこそお越しくださいました。シェフ一押しの北海道勢が果たして今度こそトップ10入りできるかどうか。ユーストでは11位ですか、去年12位だったんですけどもね、のぼさんがね12位でこう来れないのが一番面白いよねなんてことをおっしゃってましたけどね、しかし正々堂々戦っている結果ですからね、どうなるかは分かりません。西ラジ同じ火曜日配信、そうですね、0時から被っておりますけどもね、まさかちょっと両方とも出ないとは思いませんでした。まずは休眠薬などを含めて何票持っているのかチェック、ぜひよろしくお願いします。それぞれ、そうですね、事情があるというわけなんですよね。で2点目、復活の力へ出馬、グッジョブ TV と今メカですね。先ほど言った通り2014年配信実績があるチャンネル登録100人以上のチャンネル、この2つのチャンネルももちろん該当しております。そうですよね、どちらの番組も残念ながら番組は今のところ終わってる、あるいは休眠状態という言い方をされておりますけれども、ぜひ復活してほしいんだっていう皆さんがおそらく多選されたんでしょうね。でそれで出られるということになったと。ただ上位を目指す人間からすると非常に脅威なんですよね、この2番組っていうのはね。そういう2つの番組が出てきた、これは喜ばしいこと、ユーストリーム界にとってはとってもいいことだというふうに思います。終了した番組がエントリーした方、そうです、西さんは K さんを惜しみ、なるほどね、そうかそうか、それで出られなかったんだ、なるほど。VP2 さん、こんばんは、半身浴にて視聴、なかなかこの中では87人のうちオンリーワンの味方かもしれませんね。では次、今メカは希望しました。そうでしょうね、そういう今メカ本当に復活してほしいんだという方多い中ですからね、そういう、リクエストが多かったというわけです。そして3つ目のポイント、先ほどねその西さんは計算推しみたいですという愛ちゃんさんからもいただきましたけども、熊本勢が大量出馬ということです。我がカー23はもちろんのこと、サイバーさんはサイバートレインストリームではなくツイートレイン2014熊本で、エントリーで、先ほどありました K さん、つまり奥田 K のサンサンラジオですね、 RKK ラジオ、奥田 K さんのサンサンラジオ、こちらが今回初エントリーと。初かな、1回目出たんじゃないかな、去年は出られてなかったんですけども今年参戦と。で、ユーラジ熊本も1回目2回目はエントリーし忘れてたということなんだそうですけども、今回初エントリーで、もちろん、熊本といえば福耳ということですね。熊本勢が今回今のところ111番組中5番組ということになっております。これは多分地方都市としてはかなり多い方なんじゃないかなと思いますね。幹部は脅威で、そうです、かなりの脅威です。大穴は鉄塔に詳しいあの方の番組、エントリーナンバー007でしょ、007っていいですね、前回は300番組に対し今回は101番組だから、不出馬番組リスナーの投票の動きがそれもねかなり大きいと思います。去年は今メカだったな、シェフはマコさんには逆らえません、土下座、しょうがないです。熊本ユースと勢いある、そうなんです、結構ね熊本はそういう意味では盛んなところではあります。新しもん好きっていうところはありますよね、いわゆるわさもんってやつです。オンリー村上、違う、オンリー村上ですね、
そして4点目のポイント、こちら、ダークホース現る。まずちょっと順番逆ですけども、下の方からご紹介しましょう。ニューズオプエドという番組です。これは報道番組なんですけども、昨年2014年からスタートした平日夕方の情報報道番組です。テレビ地上波ではやらないようなニュースをやるんだなんていうことでされてるんですね。アンカーは、上杉隆さん、多分顔を見れば思い出すと思います。ああ、あの人ね、なんていう、その人です。でこの間はね、論文の厚さんが出てたりとか、結構ね大物が出たりするんですよ。でそれも出たということで、まあ初エントリーということでね、この間もなかなかあんまりその、アシスタントの女性の方があんまりわけが分かんない中で解説をしてたっていうところあったんですけども、しかし放送直、配信直後はもう投票がブワー積み上がってんので、しかもびっくりしました。その何時間か経ってアーカイブのところにこうちょっとね切り替えてみたらば、ほんの数時間で再生数200だとか300だとかいくんですよ。それだけやっぱこう関心があるというわけなんですね。でまあやっぱりね、そのなんていうのかな、テレビを批判する人もいるでしょ。でまあいわゆるネトウヨっていう人もいるでしょう。まあ別にオプエドをご覧になっている方がみんなそうだとは言わないんですけど、そういう人ってやっぱネットのニュース、ネットの動画のニュースっていうのはやっぱりこうチェックしがちで、でそれ見てちょっとこうね、自分を知的に見せたいっていう人もいるわけですよ。 もちろん純粋にニュースを見たいっていう方の欲望も結んでるし、でそういう人の欲望もこうね、結実してるしなんていうところもあって、結構ね支持率高いんですよ。去年始まったばっかりとはいえ、かなりね視聴数も多いし、そしてチャンネル登録数も多いし、かなりのダークホースだと思います。そしてごめんなさい、メッセージがめっちゃ溜まってました。熊本県にレッドキャベツというスーパーがありますが、ありますよ。なんでその話題が出てきたんでしょうか。そして、熊本で投票とか、カメレオンショーさん、こんばんは、ようこそ。毎週時間が許す限り見てます、ありがとうございます。上杉さんか、あまりね。どうしたんですか。個人的には岡山香川の、候補にも注目しています。そうですか。確かジャーニリストでかつて徳田でのコメンテーターやってたような、そうなんです。アーカイブ人気がじわじわ来るんですよ。そうなんですよ。厚さんのキャス昔から見てる、関心たってさよっけ、そういう人もいるでしょうけどもね。はい。リモモンさん、ようこそお越しくださいました。論文厚さんと上杉さんは MX テレビで共演しているので、その縁もあるのか。テレビはマスコミを批判するのなら自分で番組制作してから言ってほしいですよ。大変だと思いますって。そうですね。それをねユーストリーム界でやっているというわけです。かなり人気もあるっていう番組。そしてその一つ上ですよ、ダイス。これ本当はね今日の朝までは別の番組をここに書いてたんですけども、ちょっとねすごいことになってます。このダイスっていうのが、若い女の子に絶大な人気を誇る5人組の男性グループです。今朝から投票が相次いでます。これなんでかなと思って見てみたらば、どうもそのダイスのメンバーのお一人が、ユーストリーム大賞にエントリーしてます、ぜひ皆さん投票をみたいな形でこうツイッターで書き込んだところ、そのダイスのファンの女の子がブワーって書いてるんです。皆さんちょっとユーストリーム大賞の、投票ページ見てください。今朝からすごいことになってるんです。もうダイス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 の番号何番か忘れちゃいましたけども、とにかく今日に入ってるからいきなり投票が若い女の子がだ。これまでずっとそのももクロファンのモノノフの皆さんの投票が続いてて、それが少し収まったな、ちょっと今年はももクロの勢いがちょっと落ちかけてきてんのかなと思ったらば、そのダイスの票がいきなりブーッ入って、で和田さんどうせ顔だけでしょ、実はねそうじゃないみたいなんですよ。
あれだけかっこいいのに喋りも面白いっていう票がかなり入ってるんですよ。まずいですね。かなりのダークホースが現れてしまいました。というわけで、気になるポイント、この4つを踏まえて、私ナベッチの、ナベッチも5人組で、そうね、大助でね、KE をつけてね、大助でね、そういう手もありますけどもね。増岡さん、小松、お疲れ様でございました。先ほどまでね、京橋 TV、お疲れ様でございました。特にカレンちゃんがいたんで、本当に疲れたと思いますけれども、お疲れ様でございました。まあ、この時期始めたっていうのがね、去年のね、でも、前回の配信が6月とか7月ぐらいのようなんですよ。しばらく配信してないにもかかわらず、かなりの得票を得てるんです。049ですね。報道は右にも左にも批判される方が公平な報道に近いのではと思います。両方から批判されるのはどちらにも偏っていないという、そうですね、どこからも批判されないニュース番組っていうのは価値がないっていうのはよく言われますよね。強敵現る、そうなんです。今朝は見てなかったな。ではそれを踏まえて私の予想です、ベスト10入りはどんなチャンネルなのかというところで、現時点でのおべっかなしでのベスト10入り予想はこんなチャンネルです。ももクロ TV はこれはもう間違いないでしょう。で、グッジョブ TV、 これも強いですね。特に前半かなり票を伸ばしたっていうのが、伺えます。でダイスは先ほど言った通り、今朝からかなり得票がずーっといってます。おそらくしばらく続くんじゃないかなと思います。でニューズオプエドもそうですね。これもね、夕方毎日のようにずーって票を伸ばしてます。アマチアスもかなり票を伸ばしてるなっていう感じがあります。3から4にメンバー入れ替わりましたけれども、それぞれのファン、合計8人のファンが、かなり票を入れてるんじゃないかなというような感じです。ダイスは事務所が ABEX なのでどうかな。オリコンではトップ10に入る人気はあるようです。いやでもね、若い女の子っていうのは、他の番組の視聴層とは全く被らないんですよ。これはかなり大きいと思いますね。でアキッチン、こちらも票を伸ばしてる、順調に伸ばしてる。ただちょっと怖いのは、去年ほど票が伸びてないかなっていうような気がするんです。そこだけがちょっと気がかりです。でワンボタンの声、アップルニューストリームですね、ワンボタンの声、これはもうね、サイコさん番組、かなり票を伸ばしてるのはまず間違いないでしょう。固定客がかなり多いですからね。ナベッチ予想、実に興味がある。あと3は、あと2つですね。楽しく見ることができるドライブ番組、ナベッチカーツ3は何になるのだろう。そこもね、なかなか割って入るのは難しいな。そうなんです。今日特にこのダイスの勢いを見て、本当に心が折れそうになりました。で福耳、これはもうね、確実でしょうということで、私まだ投票期間中にもかかわらず、本当の選挙でこういうことやったら本当に大賓縮、大ブーイング買うんですけども、これは公職選挙法には関わらないので、こういうこともできるわけです。2か、そうです。ベスト10入り予想、モモクロ、グッジョブ、ダイス、ニューズ、オプエド。これね、ニュースオプエドじゃない、ニューズオプエドなんだそうですよ。で、アマチュアス、アキッチン、ワンボタン、福耳。8つは当確じゃないかと、私は打たせていただきます。小市さん、こんばんは。確認しましたが、ダイスは無効票が多いので、そこまで伸びてないと。無効票の多さは、モモクロと変わりません。ただね、ダイスもね、女の子ですから、その投票をする人がね、女の子がほとんどですから、他の番組と被らないわけですよ。でみんなが教え合って、ネットワークでファンクラブとか、ファンのみんなのこのネットワークで、間違えたって言って、もう一回こうダーってこのね、入れ直すっていう子が今後続出するはずです。あくまでも個人的な意見です。キッチンは下手したらトップ10落ちもあると思います。勢い的なところからいくとね、出口調査ならぬ入り口調査、そうだからキッチンかなりね、危機感は持ってると思います、ただ頑張ってほしいっていうのは僕だけじゃないと思います、みんなの願いだと思いますね。そしてじゃあ当確8つダイスって見てみる、ぜひぜひ。ただね、もうアーカイブ残ってないと思うんですよ、確かダイスで。次です。じゃあ他の2番組、どんな番組があるかちょっと振り返ってみましょう。多分こういうところが入ってくるだろうということで、上げりゃキリがないわけですよ。投票に楽観というファクターが入ると、その先は闇に落ちる、そういうことです。カーツ3でしょ。で今日もね、カレンさんもいらっしゃいますけど、トキミラもありますよ。でユーストトゥデイもありますよ。さっきね、
あの12位がどうとかっていう話もありましたけれども、そしてシャチホコ TV、 これもね、あの一気にグーって伸びるんですよ。1回あたりでびっくりしました。でリオンの部屋っていうのはこれ去年11位の番組です。ですから今年こそはっていう思いは強いと思います。だから11位がリオンの部屋でした。で12位がユーストトゥデイでした。15位がうちカー23でした。予想屋さんどうもこんばんは。生まれんでは生まれんね、なるへそね、来た、そうです、ユーストトゥデイ来た、そうで、バクステ、これあの純不動ですからね、純不動です。それからあずまや着物広場テレビジョン、これちょっとびっくりしました。あの土曜日の夜にやってるんですけども、意外に票を伸ばすんですこの番組が、びっくりしました。でサンサンラジオ、先ほどありましたね、あの朝の番組で、その下にもありますグッドモーニングアクアとどう票を分け与えるかというところもあります。そしてジャコジャッコ、これもね最近ねツイート数がかなり伸びてるんで脅威なんですよね。でマイディア神崎小野さんですね。 S ナビもありますね。京橋 TV もあります。そして東京女子流ですよ。ここもねなんだかんだでね、去年も多分入んないだろうと思って10位に入りましたからね、まあ、ちょっとあり得るんですよ。でステップフロム北海道もありますね。そしてここですよ、バクステ外神田1丁目、これがね昨日一昨日その前ぐらい一気に票をガタ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 って伸ばしてきてるんですよ。これも非常にね強い、怖いっていうようなところなんです。新潟で48グループ発足のニュースが流れたばかりですが、103番にはネギっ子がエントリー、ライバルが増えてる、まあそういうことですね。111まで増えてます。企業配信対個人配信の図式、まあそういうことです。企業配信、それから、まあ、なんだろうな、アイドル配信、ラジオ配信で、個人配信、こういう構図が出来上がってるかなという感じがします。まあとにかくうちは10位は無理だと自負しています、わら。いやいやいや、そう言わずに頑張っていきましょうよ。まあ何はともあれダイスとか、まあ先ほどのバクステもそうですし、かなり、うん、アイドル勢怖いですよね。バクステさんは外神田1丁目と書いて1丁目と、あ1丁目なんだ。まあそういったところもあって非常に怖い、そしてすごい強敵ばっかりが今年来ちゃったなというところなんです。芸能人独占ならユースト大賞意味がなくなるでしょう。そうなんですよね、個人が離れてしまうきっかけになるんじゃないかなっていうのが怖い。バクステはクンツンクが、そうですね、ということで、まあ、何はともあれ皆さんぜひともカー23の応援をよろしくお願いします。かなりカー23としては窮地に追いやられてるっていうところです。ベスト10入りの望みが今日ダイスの登場によってかなり低くなってきてます。ですがなんとかね滑り込みたい、個人がやってる意味をユーストに分かってもらえると嬉しいです。本当そうですね、未来さんおっしゃる通り、なのでねかなり厳しい状況でありますけれども、まあ、皆さんのとにかく応援が全てです。ぜひ皆さんの応援をよろしくお願いしたいというふうに思います。というわけで今日の2、3ニュースでありますけれども、投票4日目どうなる、ユーストリーム大賞2014、こちらをテーマにお送りしてまいりました。当格やその下すべての番組の中で純粋な一般人の番組が何番組あるか、まあ、僕も言ってみれば熊本のローカルタレントですから、その知名度を売りにやってんじゃないかっていう声が聞こえてきそうですけども、熊本でも僕はあの知名度がほぼ皆無ですからまあほぼ純粋に近いというところありますけれどもね。さあそれでは11時24分になるところであります。個人配信にはぜひ頑張ってもらいたい、時ミラも本当そうだと思います。では参りましょう、今日のテーマはこちらです。なるほど、ものすごい分かりやすいな、鍋千代さん、ありがとうございます、光栄です。野田さんに言っていただけると非常になんか価値が上がりますね、ありがとうございます。今日のテーマこちらです。あー、未来さん辛くなっちゃった、ごめんなさい、ちょっとそういう状況をね、言ってしまって、下手したらマジでアイドルがトップ10独占、そういうこともあり得る、ほぼ皆無、自分で言っちゃダメ、まあそうですね、なんとかね頑張っていかないといけません、ライバル多数、そうなんです。着番、あ、ようこそお越しくださいました。この中で個人配信は東や着物テレビジョンしか分かりませんが、この番組は本当言えば不利ですよ。ただね相当票を伸ばしてるっていうのは僕は見てましたよ、すごいことになってます。今日のテーマは191回目非前シリーズの第4弾です。最生誕記録更新、平戸縦断2-3をテーマにお送りします。今日の地図こちらです。
今回はですね、前回のあの今夜も生でさざまさしの終着点さざ中学校前からスタートしまして、そして平戸大橋を越えて平戸島に入ります。ずっと平戸島を、南下していきますということですね。この番組最生誕記録を更新ということになります。宮の浦漁港まで走ってまいります。地図はナベッチアンダーバー MC からお届けしておりますのでご覧ください。では参りましょう。ナベッチカー2-3、今回はさざ中学校前からのスタートです。ごゆっくりとどうぞ。もうユースト終わりかな。まあそういうこと言わずに、ぜひ個人配信を応援してあげてください。ニュースよく使うセリフ、投票行動をまだ決めてない人が何割いるかいるため、今後変わる可能性ありかも、だといいんですけどね。ポジティブでいきましょうという超ネガティブな私が言いますけど、いえいえ、なべっちさんは悪くないですから、いやいやいや、ちょっとね、この現状を見てね、僕はかなり意気消沈っていうところあります。市長さんこんばんは、ようこそ。チームシャチホコもいるのか。そうなんです。短っ西へ、短いもんでね、動画が1時間26分42秒です。今日はやっぱり個人あってのユーストでしょ、その価値をね、できればユーストリーム本体の方もそうだし、まあね、ああいうところに投票している皆さんに知っていただきたいっていうのもね、すごく僕がぐさってきたのが、どことは言いませんよ、投票した人のコメント、エントリーナンバーどこどこ、何々しか知らないで、これで投票してるんですよ。うわーって思いましたね。そうだよなーって、その人たちのこと好きならそれはそれしか見ないよねーって、特に熱狂的な人はやっぱそうだろうなって思いましたね。だからもしも僕がユースト大賞の表彰式に行けたとして、で賞状をもらった後に一言言えるじゃないですか。できればそこで言いたいですね、みんなにいろんなチャンネルを見ていただきたい、そこしか知らないっていうのはもったいないですよっていうのをね、ぜひ訴えたいなって思ってるんですけど、どうなるかな。いや、部門別はね、創設は意味はないと思います。だって3つぐらいしか出てないところもあったりするわけで、その中で1位決めるのはちょっとね、それはナンセンスだと思います。戦の前に腹ごなしだと、今札幌一番味噌ラーメンをずるずる、いいですね。僕も投票先は決めていません。ギリギリまで考えます。投票しない先は決めましたか。そうなんだ、なるほどね。111分の消去法でいくつ消えるのかっていうのがありますけどね。もう芸能人だけならユーストどうでもいい。そう、その声が痛いな。ドライブのスタートです。そうです、母ちゃん応援しとるけん、あ、未来さんですね。俺はユースターナベッチオンリー、熱狂的ナベッチ、ありがとうございます。嬉しいですね。ソーシャルリンクがなければ不利ってこと、まあ不利っちゃ不利でしょうね。そういった人たちはユーストリームはツールですよね。そう、ツールの一つに過ぎないっていうところですよね。ちくまさん、カー2-3しか知らない。それはそれで問題よ、それはそれで問題。他の番組もいっぱい見てね、皆さんの金銭に触れるところを感じてほしいんだな。個人を尊重しないと投票する意味がない。考えるとしたら一般と芸能人を分ける、いや、まあね、ユーザークリエイティッドメディアとしてはやはり個人配信を大切にしてほしいし、プロ番組ならテレビがあるし、そうなんですよ。だからそういえばね、投票ページにこういうのもあったんですよ。まあこれ言ったらもうどこかっていうのは分かっちゃうんですけど、まああえてそれは言いません。今年も24時間配信を、今年も、大賞取って24時間配信を、いや大賞取らんでもできるやないっていうね、ところあるんですけど、まあでも取らないとできないっていう頭がその人にはあるわけですよ。で、自分が投票しないとその番組は1位にならないんだ、なれないんだっていう思いが
そんなはずないのにもかかわらずあるんですよ。やっぱ自分が何とかしなきゃって、やっぱそれはやっぱファン心理ですよね。だからそうですね、やっぱり本当に他を見てほしい、他を知ってほしいっていうのはその方々には言いたいですね。僕はね、去年のイースト大賞あたりからいろいろ見出したな。そういえば、あ、MI さん素晴らしい。だからデキレースに幻想を持つのはやめません。まあ、いや、あのね、確かに上の方はデキレースですよ、それはもう1位とかがね。だけどそれ言っちゃおしまいよとそれを言っちゃおしめよなあさくらなんてこと言いながら、確かにそのコメント多かったでしょ。僕はカーツ3でなべっちさんのお顔を拝めてよかったっす。ありがとうございます、ありがとうございます。幸せす肌、叩かれるぞこれ本当に。なぜ投票しない先を決めたか、とある番組へのとある方の応援ツイートで他番組をわざと貶めるようなことをした人がいること、そんなことがあったんだ。気にかけていた番組だったので正直がっかりしました。それいかんな、そらいかん。個人の工夫努力が判定基準にならない、だからね、順位だけで決めるのももちろんのこと、いわゆるアカデミー賞みたいな感じでちゃんとした審査員を置いて、だから関西ユーストリームアワードなんてそういう感じだったんでしょ。だからそういう賞も作ってほしいんですよね。順位だけで選ぶユーストリームアジアさんが作るそういう大賞とまた別に、昨日はねユーストトゥデイで綾乃さんたちが、いや私たちが審査員になりたいなんてことをおっしゃってましたけど、そういうだから審査員を設けたアカデミー賞みたいな最優秀番組賞とかね、なんかそういう部門賞を作ったいわゆる賞レースというかね、そういったのも作ってもいいんじゃないかなって僕は思いますけどもね。芸能人に分類されたら余計に厳しくなるであろう配信主の叫びを聞いた気がした。あ、俺のことかそうだそうだ、24時間配信って郵送の定番だったのにね。そうですよね、おいらはなべちさんがうちの番組に来て見に来てくれたのがきっかけで毎週見に、もうほんとそうですね、ありがとうございます。もう僕たまにしか行けないのにもかかわらず、僕はあの日曜日ね、小国に行って帰ってきてね、すっごく夜疲れてて寝ちゃうんですよ。で、どうしてもね最後の方しか見に行けないっていうのが非常に心苦しいんですけどもね。黒熊さん本当にありがとうございます。風天のなべっち、そうです、そうですね、そろそろ殿堂入りに。ただね、殿堂入りしちゃうと今度はそのユーストリーム対象自体が盛り上がらないっていうところがあるんですよ。これはユーストリームさん側の思惑も多分あると思うんですよね。私的に投票基準を設定してそれに即して投票、あ、そうですね、2014年最も面白いユーストは何かっていうサブタイトルがついてますので、もし迷った場合はそういったところで決めるのもいいかもしれません。昭和シェル来たー、ユーストリーム対象の投票、皆さんの応援、そういうことイコールそうです。そうそう、公平な審査員賞もね、そうなんです。そういうのがあればいいんじゃないかなと思うんですけど、自分はユーストリーム対象がきっかけでいろんな番組を見るようになったウクレレさん、そういう方もいらっしゃるんですよね。投票権、選挙権と違って一人一票でないからな。 A の常連一番のグループの方のファンは一人当たり何票、いや案外ね1票だったり2票だったりするみたいですよ。まあ、4票の方もいますけども、確かにユーストツデーメンバーの方々が審査員として参加していただければでしょ、かなりね、あ、この人たちが選んでくれるんだっていう思いはありますよね。以前なべちさんが話しましたよね、最も面白いユーストリーム番組に投票してくださいと。それに反しているのですから、よくまあユースト配信してる人がそういうこと言えるなと、はあ、それちょっとね他の番組を貶めるようなこと言っちゃった。まあ聞きようによれば僕も他のユーストリーム番組を貶めてるような感じになっちゃってるかもしれませんが、配信主総合投票による賞の選出とかあると少し、ああキングオブコント方式ね、あの距離運転すると疲れるの分かります。小国まで行って帰ってきて結構疲れるんですよね。ほっともっときた、いえいえお疲れのところ見に来ていただけて嬉しいです。こちらこそ本当にもうね、もっとしっかり見たいんですけれどもね。審査員の顔ぶれが分からないのは問題だ。まあユーストリーム対象、現状のユーストリーム対象はいわゆる審査員がいるわけではないんですよ。審査員はまあ投票する皆さんという言い方ができるわけで、だからねちょっとねな
かなか厳しいもんではあるんですけど、リュウセスさんこんばんは、ようこそ、久々においでになってありがとうございます。ありがとうございます。本人にはそういう意図はないのかもしれませんが、書き方は意図的に見えました。それはちょっとまずいですね。他を蹴落としていこう、まあ、その気持ちは大事なんですけどね。大ギャのお久しぶりございます。実は今年から朝の勤務に変わりまして、朝方人間になりました。朝方に戻るのは十数年ぶりのことです。もうだいぶ慣れました。あ、ポップタンさんそうなんだ。うちの親父も実はそうなんですよ、ロータスクラブ来た。おもくろみたいなのが1位にならないとメディアとしてはニュースとして取り上げにくいですよね。でも主催してる方としてはニュースになってくれた方がいいわけ。そうそう、だから今回そのダイスが出たっていうのも結構なニュースになると思うんですよ。だもし仮にももクロが今回その3連覇して殿堂入りしたとして、多分ねポストももクロはダイスなんですよ。こういう言い方したらちょっといかんかな。そういう風に扱われやすいんですよね、アイドルとか若い子に人気のある人たちっていうのは。それがちょっとね、だからまあもうこの基準で始めちゃった以上はもう多分これからもユーストリームが続く限り何年もやることはあるでしょう。もう一個ね、なんかこうね、アカデミー賞、そしてもう一個ねあるように、ユーストリーム界もなんか純粋な投票数だけじゃなくって、いわゆる権威のある人だとかユーストリームをよく知ってる人が選ぶ何か賞っていうのがあってもいいんじゃないかなって思うんですよね。投票数だけで単純にレースしないでくれたら嬉しい。そうですね、だってもう知名度ある人がそれは得票するのは当たり前ですもんね。それと新しいパソコンポチりました。おお、メモリ32GB、いいな。2日に届きます。ポップタンさん、新しいパソコンのご購入おめでとうございます。確かに野田さんの言ってる通りだね。そうなんですよね、そういうところが1位になってくれないとなかなか取り上げられない。きっと例えば今年僕が優勝したとして、ももクロが2位とか3位とかだったら、どんだけのところが取り上げるんだろうかっていうのはありますよね。ももクロは2位になりましたなんていう、まあでも最近はどうかな、YouTuber とか一応取り上げられてはいるんですよね。だからそこでどれだけのマスコミが取り上げるかっていうのはありますね。ただはるかに1位になった時の方が取り上げ方はあると思うんですけどもね。まあ永遠に続く問題ですね。解決はないかもね。今回の10分 CM でユースト見なくなった人ってかなりいると思いますよ。見切りをつけたっていう人は結構いると思います。イカメシさんこんばんは。ユースト大賞の結果がどうであれ、単純にドライブが好きだから拝見しますよ。嬉しいですね、ありがとうございます。その言葉がすごく僕の胸の救いです。ありがとうございます。SSD に送還、乾燥して起動時間10秒、いいなぁ、いいなぁ。最近結構かかるようになったんですよね。ラジコ大賞もやってほしい。ラジコ大賞、なんでなんで。僕も10分 CM で視聴から離れた一人。ああ、カメレオンさん、ショーさん、そうなんですか。まあ10分 CM に関して言えば、あのアドブロックプロとかね、入れることによって回避はできるんですけども、ただユーザーにそういうね知恵を絞らせるっていうのはちょっとどうかなっていうのはありますよね。92人の皆さんご覧いただいております。なかなかここから100人に行かないのがこの番組っぽいところですね。ユーストリーム大賞の投票率はいいが、今年度の政治政界の投票率は低く過去最悪だそうな。ぶっちゃけたこと言います。去年もそうだし今年もそうなんですけど、まあエントリーするにあたっていろんな人に投票をお願いしてます。これは僕の人格人徳のなさから来るものかもしれませんが、結構ね去年投票してくれた人が今年投票してくれないっていうのが結構あったりするんですよ。またみたいな感じでね。で、あ、うん、後でしとくねって言ってしばらく経ってもなかなか投票していただけないっていう人も結構いて、これはもうかなり僕のね人徳のなさっていうところもあるんでしょうけどね。ちょっとねユーストリーム大賞の投票率もちょっと落ちてると思います。
ももクロですらちょっと勢いを感じないんですよ、去年ほどの勢いを。だからね、まあもちろん新勢力が現れたっていうんでダイスにその分流れてるっていうのもあるんでしょうけど、ただあのストラボがないっていうのもありますからね。だからプラマイゼロっていうよりかマイナスの方がちょっと多いんじゃないかなとは僕は思います。アメブロのアカウントでも投票できたらもう一票入れられたに、そうそう、あの LINE でもできたらいいのにっていう方もいらっしゃいますよね。あの CM の割り込みのためにブロックするプラグインを入れましたもんね。新しい PC 届いたら50窓もできそうです。すごいですね、そんなに早いんだ、サクサク、羨ましい。ラジコ大賞イコール番組グランプリ、まあそういうことなんですかね。あ、たけちゃんさん、全国のラジオ大賞もやればラジオの勢いもつくと思う。あ、アドブロック入れてるから気にしなかった。さきさん、改めましてこんばんは。100人いきますようにありがとうございます。嬉しいですね。地図をお送りしますね。途中からご覧の皆さん、地図をお送りします。なべちゃんダバー MC からお届けしますので、ぜひこちらをご覧ください。ギャラクシー賞とかの表彰制度がラジオにあります。あ、そうそうそう。ユーストリームの投票はどうか毎年でお願いします。ユーストアプリで見てると広告入らない。そうです、結局はこれ〇〇なんですかね。結局はこれ丸々、ちょっとわからなかった、ごめんなさい。94人です。左側にはですね、あの松浦鉄道が走ってて時折駅が見えたりします。羨ましい、俺のノート PC メモリー8ギガなのに。僕もね、このデスクトップは割とメモリーは積んだはずなんですけども、まあでもね、もう 5,6 年経ちますとやはりそれでも時代遅れになってきてしまうんですよね。高岩駅通過します。カー23は iPad 片手で気軽に見ることができる番組で、まあ、他の番組も気軽に見られるじゃないですか。洗車の看板、まあ、それでも言っていただいてありがとうございます。 I love 洗車の看板、そう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 、ありましたね。結構ね、面白い看板ありますよね、地方の国道を走ってるとね。あ、98まで来た。100行くかしら、言ってくれればいいな。さあ、お送りしているこの部分は昨年2014年の12月26日金曜日に収録しています。12月29日収録分です。じゃあ26日だ、ここ26日だ。で、この後道の駅に入るんですけども、そこから先の部分は29日の収録ということになります。あ、落としたらチャリンチャリンって音がするやつです。これ、なんだ、わかんない、わかんないよ。M 替え町、M 替え町を走行しております。メモリー1ギガですが、ただし XP、 まだ XP です、危ないですよ、イブロさん。田舎の風景に安心感、松浦鉄道です。セブン来た、ま、だ1回も電車と遭遇しませんでした。まあ、佐世保で一回遭遇しましたけどね。それ以来ラジコに入っていない曲が表彰の対象になる。そうです。あ、100人超えた。皆さん100人超えました。ありがとうございます。嬉しいございます。昭和シェル来た。2回目。サザインターまで走ってきた時はさっきの駅を過ぎてすぐの横道からで、そうそうそう、あの結構ね、急な坂道のところからも出られるし、その1個手前の信号交差点からも入ることができます。マネー、あ、そういうことか。100超えた。100人突破おめでとうございます。ありがとうございます。スマホでも見たいけどアプリからだとコメントができないのかな。そうなんですよね。で、結構遅れるんですよね。いやー、 M 替えのバスセンター右側です。皆さんぜひあのカー23への投票よろしくお願いします。今日、今104人ご覧いただいてますけども、おそらくそのうち半分ぐらいの方はトップからご覧いただいていて、でそれで、この番組初めて見るっていう方もいらっしゃるかもしれません。よかったらこの番組なべっちカー23と言います。エントリーナンバーは002です。面白いなと思っていただけた方だけでも結構です。ぜひ投票していただけると嬉しいです。というのも結構上位はもう8番組ぐらいはもうあそこで決定だろうっていうのがあるもんで、かなり苦戦してます。皆さんの一票一票がとにかく大事なんです。ぜひこの番組に投票していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。あ、
衝撃さんこんばんは。100人超えてますね。そうなんです、104人ですね。地図をお送りします。でね、あの投票の際の注意点です。投票ページ行っていただくとこういったところがあります。でこの下三角のところ、これをクリックして出てくる4つのユーストリームだったり、ツイッター、フェイスブック、そしてミクシー、一回一回これを選び直して投票してください。でないと一気に4票投票とかそういうことができないんです。一回ずつとにかくこの下三角を押して選び直してください。これで4票投票ができます。まあ、もっとアカウントを持っている人であれば5票、6票、7票と何票でもとにかく投票することができるようになってますんで、皆さんのアカウントの数だけこう押してで選び直して、ちょっとお手数をおかけして申し訳ないんですけれども、ぜひよろしくお願いしたいと思います。このエリアは歳費バスが走っているんだよな。そうなんです、手書きだそうです。これあの前回の今夜も生でさざまさしの時に使ったやつです。今日ツイッターアカウント2個目で5票目入れました。前パスワード忘れててログインできないかと思ったわかるわかる、すごくよくわかります。それ入れていただいたのはこの番組ですか。この番組だったら本当に嬉しいです。ありがとうございます。なんか西区の坪井川の下流沿いにも似た景観、そうですね、あの上高橋とかね、下高橋とかその先のような、海に近いのか。そうです、海に近いんです、すぐそこです。熊本のユースト番組で投票の呼びかけに紙芝居を用いるのが、紙芝居もやってんだ。どこだそれ。あ、ユーラジか。ユーラジはでもあれ紙芝居ではないな。ユースもラジコも頑張ってほしい。ナフコ来た。そうだよね、そろそろ鍋島会場行ってほしいでしょ。それが無理ならば、10位内に入れないならば、ユーストリームさん、どうでしょう、今年15番組呼びません？15番組呼びません？去年15位だった人間が言います。やっぱね、悔しいんですよ。なんでやべっち入るのかよくわかりませんけど。Google アカウントも使えればいいのに、そうですね。Google プラスね。ヤクモさんこんばんは。なかなか車を止められず挨拶が遅く、ああ運転中だったんだ。あのじゃあこのあもう帰られたんですかね。安全運転でお疲れ様でございました。地図をお送りします。もちろんカーツ3に投票しました。2個目追加が、うわ嬉しいですね。ありがとうございます。おめでとうございます。僕のことね。まこさん、まこさんのところ紙芝居だよ。あそれ見てみよう今度。明日はちょっと生放送中で見られないんで。アーカイブかなんかで見られれば見てみましょうかね。ボソ司会進行役、あそれいいですね。ユーストリームの方、あの実行委員会の方、まあ、今年は別にして来年あたりどうでしょう。まあちょっと熊本の人間を東京に呼ぶっていうのはちょっといささかあの気が引けるかもしれませんが、このためだったら僕行きますよ。来年司会として使ってみませんか。お待ちしております。オファーお待ちしております。オファーはですね、下の方にありますカーツ3アットマーク AOL.jp でお待ちしております。とりあえずそちらまでどうぞよろしくお願いしますなんだなんだこの営業は32GB メモリ仕様がクーポン適用、8万8000円で買えるのがすごいですね。何の話してんのこれ。あーパソコンか。カーツ3は確実に投票しますんでご心配。あーありがとうございます。衝撃さんありがとうございます。嬉しいです。わらわらバカですね。俺本当バカだわ。何やってんだろうな。ここで営業会談。いやでもいいですね、本音出たカメレオンショーさんいいですね。ナイスです、ナイスな提案ありがとうございます。そうか、司会者として会場に行く、その手があったか。この番組を運転中に見ている方どうか安全運転で。そうですね、浜崎さんおっしゃる通り。さあ道の駅まであと1キロです。シェフからも鍋っちを司会によろしくお願いします。ボソ鍋子で営業の方が、あなるほどね、そっかそっちの方が効果あるか。ボソ最悪福耳の荷物持ちとして同行。あなるほどね、そうだな、福耳の荷物持ちか。まあそれよりかはね、
司会の方が立場としてはいいでしょうね。何番組が今年呼ばれるのかがポイント。そうですね、まあおそらく10でしょうね。これで5だったら本当ショックですけどね。平戸市に入ります。はい、長崎県の平戸市に入ります。ダダさんありがとうございます。そうです、絶賛配信中です。100人前後をうろちょろしております。出たもんね。いいんですよ、本音を出していきましょうよ。久しぶりに行きますね。道の駅昆虫の里タビラ。今これ収録しているのはこの部分は12月26日収録分です。で、昆虫の里タビラに入ります。そこから先はまた日付を改めて、それもやっぱり去年なんですけど12月29日月曜日に収録してます。その部分にこの後切れ替わります。カメレオンさん、それは失礼よ。いやいや、久しぶりにこの場所に帰ってきました。道の駅昆虫の里タビラ。もうこの時点で夕方だったんでね、この日はここで収録をやめたんですよ。ご覧いただきながらお別れでございます。カブトムシ来た。カブトムシですね。これがこの道の駅の。ここからは日付変わって12月29日月曜日です。3日経って12月29日月曜日。道の駅。なべちは嫌いなんでも。ガツズリのことはタビラを後にします。幸せ素肌。最近これハマってるんですよね。はるばる来たぜタビラへ。204号線戻ってまいりました。とりあえずタイムラインの皆様、本日の002への投票はお済みですか。とりあえず今日だけはクリックマウス。松浦22、平戸8。ご提案ありがとうございます。平戸星には入ってあります。ユーストリーム大賞の司会のオファーをナベッチ MC が待ってます。野田さんツイートありがとうございます。タビラ J。 くー、あ、野田さん、あのそれにあのユーストリーム大賞2015の司会のオファーをナベッチ MC が待ってますと書き換えてみましょうか。あ、じゃあ僕もちょっとそれ書いとこう。でも呼ばれたのが前々回が20番組、前回10番組だからもしかしたら、ありうるんですよね。確かにね。2015。野田さんのちょっとそのまんま引用しまして、ユーストリーム大賞2015の司会のオファーをナベッチ MC が待ってます。いいな。カビラで思い出したでおじゃりますが、ヘパリーゼは効くでおじゃる。くー、僕も1回だけこの間買って飲んでみました。まあ、確かにその日は悪酔いはしませんでしたね。カビラは石垣島にある集落の名前でよくご存知したことがあったんですけどもね。今回はその逆です。爆笑まこさんと文化放送をご挨拶に期待しています。失礼。今回は平戸001、002は投票済みでした。ドラさんありがとうございます。で、南下すると大変なのが逆光なんですけど、どうも今回はうまいこと曇ってくれているので逆光それほど気にせず走れそうな気がします。合計視聴数が600を突破しました。助かりました。快晴だとちょっとねまずいんですよ。トモトロウさんがリツイートしてくださいました。ユーストリーム大賞2015の司会のオファーをナベッチアンダーバー MC が待ってます。サキさんもありがとうございます。あれで、ね、ファボ追加の通知が iPhone に今届いたんです。ありがとうございます。路面の状態があんまり良くないんで、またノミネート数が減らされたから、ラーかなり怖い。私もよく通るんですよね、この辺ね。マコ G、マコバーです。タケちゃんさんね。高速道路もないですね。マコ G、あ、そうかそう。大竹誠さんですからね。ユーアイさんも司会のオファーの件をリツイートしていただきました。悪酔いはしないけど悪乗りはする。その通り。その通り。ここで5番組にしたら自ら勢いがないことを表すので5はないでしょう。まあ、あの先週のユーストトゥデイでも中の人が言ってましたね。まあ、かなり間違いはありましたけど、あの人、お買い占めでしょ、まあ、10ぐらいでしょうみたいな、まあ、去年ぐらいの数は呼ぶ予定ですみたいなことをおっしゃってたんで、まあ、5はないでしょうね。8ぐらいに抑える可能性はありますけどね。
対象の予算が公式ソングに回って規模縮小となるお考え。ああ、なるほど。そうか。そういえば、そうですね。忘れてました。すっかり忘れてました。公式ソングがあるんですよね。イメージソングがね。だその人のライブは確実にあるでしょうから、20も呼んで表彰してる場合はないでしょうね。15呼びません。それをね、何番組呼ぶっていうのすらね、聞かされてないんでね、結局当日までドキドキしちゃうんですよね。まあ、それも狙いっちゃ狙いなのかもしれませんけどね。100人を割って現在91人です。もう100いかないかな。谷川病院の看板多いな。あ、よくご覧になってましたね。この辺の有数の病院というわけなんでしょうけどもね。国道204号線を走行中。鉄塔来た。おーい、もう間もなくこの平戸大橋を渡って平戸島に入っていきます。でけえ車だ。ただ平戸島に入る手前、この辺りも実は平戸市なんですね。それがなかなか面白いところです。信号停止かと思いきや20、10、ね、まさか来年はゼロになってスカイプ出演。嘘、今青になったばっかり。呼ばれもしないっていう。ユーストリーム大賞2015の司会にナベチエ MC を推薦します。ありがとうございます。公式ソングをモモクロに歌わせればいいな。ああ、なるほどね。そっかそっか。そうですね。そうすればね、話題もありますよね。話題性もあります。ドラさん、なかなかいいご意見。ぜひちょっとユーストリーム大賞実行委員の皆さん、まあ殿堂入りの時にはぜひそういったところもご検討よろしくお願いします。2本目、あの中の人の発言する端々にちょっとがっかりしたんですけど、その姿勢でしょう。ユースト離れを起こしてる。うーん、そうだから、あの話を聞きたい人間の方が話をよく知ってるっていうね。ユースト大賞呼ばれる番組予想、5番組プラス特別賞なのプラス公式ソングのバンド。ナベッチ大型免許を取ってトレーラーの目線で観察するよ収録。あ、その優勝の副賞でね。鼻毛カッターに鼻毛切れずに巻き込まれる。うわー、大変だそれ。あ、サホミスさん、こんばんは。ようこそお越しくださいました。地図をお送りします。看板が見えてきました。ちょうど0時回るのと同じぐらいかな。今に松浦平戸島に入るのは行き着き平戸方面。いや、もっと前か。分かれます。どうだ、どっちが早いかな。先です。204とお別れということになります。いいですね。公式ソングをももクロに歌わせるっていいですね。それはいい案だと思いますよ。そしたらそこに向けた、なんかこうね、彼女たちなりの歌詞で歌ってくれるんじゃないでしょうかね。アリーナー。JASS、皆さん好きですね。そうですね、これね。旅費自前だから呼ぶ人数増えてもいい気がする。そうそうそう、そうなんですよ。そこ出してくれないんですよ。交通費は自費なもんでね。平戸大橋入り口交差点、ちょうど平戸大橋に入っていくところです。明日から寒くなるとか、木曜日に広島まで日帰りで出かけるの、雨マークがちらほら。あららら、辛いですね。383号線に入りました。まもなく平戸大橋です。野田さんも改めてリツイートしていただきありがとうございます。日本の公園である三島か。さあ、平戸大橋に入りますよ。橋が前で橋が見えてきた。平戸大橋です。吊り下げ型のガソリンスタンドってさ、そう見ないですね。それがね、平戸大橋に入りました。この番組では2回目です。赤橋だにゃ。そうです、前回行った時はね、この平戸大橋を渡って平戸島に入って、もう一個先の島まで行ったんです。なんでかっていうと、道の駅のスタンプを取りに行ったんです。そんなところまであるんですよ、実は。だけど今回は平戸島まで渡って、それを南下して最西端記録を更新するというわけなんです。公式ソングを野良黒の格好をしたもの、ももクロに歌わせるなんて。平戸大橋来た。少し本題とそれるかもですが、ユーストリームが埋め込みできなくなった。あ、そうね、確かにその変更もありましたよね。だから埋め込み先のところでは、そうですね、そのまんま 見られないんですよ。再生ボタンを押すと、そのユーストリームの画面に映って
そこで見られるっていうような感じなんですよね。だからあんまり埋め込みの意味がなくなってしまっているっていうのはあるんですよね。あ、フェードになっちゃった。レイジをお知らせしました。語呂合わせでみやびな383。なるほど、ね、みやびびじゃないな。みやびだったら381かもしれないですね。寝てた黒熊さん、寝てた。ももクロキッスはかっこいい。平戸大橋の上で日付変わった。シャープ7を YouTube で拝見しましたが、あの当時のユースト対象は何位だったのでしょうか。カー23シャープ7回目、1回目のユースト対象もももクロでした。で、1回目はこの番組はベスト20にも入れなかったんです。で、去年のユーストリーム大賞では15位に入ったものの10番組しか呼ばれなかったんで、表彰式に行けなかったんです。そうなんですよね、交通費自腹。27秒、どうでもいいんですけど、今更気づいたのですが、平戸じゃなくて平戸なんですね。その平戸なんですね。前のバイク渋いですね。渋いですね。で、ここも橋になってます。岩の上大橋です。14秒のズレ、 PC なのにおやおや。いや、普通ですよ、それぐらいが。ふわーふわー。フェード45秒遅延、結構遅れてますね。時効でタイムラグをチェックすると28秒ほど遅れ、さっき来たばっかりですが、後半はまたアーカイブで。では、衝撃さんありがとうございました。おやすみなさい。あごだしラーメン時間外で食えなかったのが心残りと、それのは店長さん、ようこそお越しくださいました。リュウセスさんありがとうございました。おやすみなさい。今日また寒くなるっていう話ですからね、暖かくしてお休みになってください。フォーン、あ、じゃあフォーン、そうですね、ミじゃなくてフォーン、これがいいんですよ。クラクション、僕の理想のクラクション、前乗ってたスイフトもそうなんですけど、このアクアもそうなんですよ、ミなんですよ。でちょっとそこでチープ感が出ちゃうんですよね。そうじゃなくて、こうやっぱり高級感の出るのフォンぐらいがね、いいんじゃないかなって思うんですよね。鍋ベッチ一の一線まできっちり、回しておいてください。383号線、きっちり回しておいて。方角としては今はちょうど南西方向に進んでいます。どん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 南に向かっていきます。で、南に向かって最後の最後にちょっと平戸の市街地に戻りまして、さあ皆さん、この方のルーツに迫ります。乞うご期待です。最後までぜひお時間ある方ご覧になってください。梅屋敷快楽園怪しげな言い方ですね。梅屋敷快楽園、配信が45秒、ツイートが1分以上遅れてる。昨日ユーストトゥデイ見たんですよ。そしたらば、パソコンで見てるユーストリームよりも、ま、Wi-Fi 環境の iPhone で見る、ツイキャスの方のユーストトゥデイの方が早いんですよ。これはちょっと問題ですよね。ワン鳴らされても驚かないかも。まあそれはそうかもしれない。 CX5 はシングルホーンなので迫力ナイスクラクション、若干余韻が残るクラクションね。そうそう、ミやればね、このフォンの方がいいんですよね。ちょいピンボケ、そうなんです、ごめんなさい。菊池渓谷の視聴数23超えってなべつさん言ってたよ。そうそう、その頃は視聴数が20人ぐらいでも嬉しかったんですよね。今は100人超えないとなかなか喜ばないというところがあります。クラクションはのど自慢でおなじみのあれにしましょう。のど自慢でおなじみのカンカンカンカカカカカカンですね。ミレッツ DIY、クラクションぐらい自分で交換しようよ。本自体そんなに高くないはずですよ。夕方通るとすっごい、でもなんか車検通らないとかっていう話がこの番組の中でそういえばなされてましたけど、それ大丈夫なのかな。メビウスさんお番でした。だいぶ前に1票入れましたよ、ユースト大賞。うわー、ありがとうございます。嬉しいです。あ、ここカットにしてた、ここはフェードにしないと。ありがとうございます。すいません、こっちの話でした。ありがとうございます、メビウスさん。
まあ、いずれにせよ依然としてカー2-3かなり厳しい立場にあるっていうことは今日のオープニングの2-3ニュースでもお伝えした通りです。まあ、来週の月曜日ね、あのユーストトゥデイで、政見放送ありますんでね、まあ、うちもそうですし、いろんな番組が自らの番組のセールスポイントを語っていくと思います。ぜひ皆さんもそれを参考に、2月6日までということになってますんで、どんどん投票をしていただきたい。そして、まあ、ユーストトゥデイ見る人はもともとユーストリームに関心がある人だったり、他の番組のことを知っててもうすでに投票している方っていうのも多いとは思うんですけれども、できればね、あのユーストリーム編成さんにその時だけでも少なくともあのユーストリームのトップに乗っけていただいて、でいわゆるどこそこしか知らねえって言ってる人をどんどんね、あの気持ちをぐらつかせていただきたいと思います。エンジンの鳴らし運転で 5000rpm まで回しているけど、一般道で 4000rpm でも回せる場所がほとんどない。左側が千里ヶ浜海水浴場です。右側にそのホテルがあります。右側にはかといって二足ホールドは気分悪いし、オートバックスとかで買えば問題ないと思います。あとはバンパーはグッテカブラ関係をわからない、ビーチがあるんですね。左側ビーチです。夏場は2番でしょうね。陸上でもあるのかな。あ、もう90人も割ってるやん。どんどん投票って小野組さんか。いいですね。小野組さんそんなこと言ってんの？あの人のことだからね、あのちょっとこう可愛い子ぶりながら言ってますよね。どんどん投票とか言いながら、ね、元気だなあの人。元共演者、この業界の先輩なんでそういう言い方はちょっと失礼ですけどね。MPV さんもユーストリーム大賞2015の司会のオファーをナベッチ MC が待ってます。リツイートしていただきました。皆さんリツイートありがとうございます。毎回言ってます。あ、やっぱそうなんだ。リア充たちが夢の後、いいですね。バンパーをはぐってカブラー関係をつなぎ替えるだけ。はい、工事区間、まあ、といってもごくわずかですけどね。元気だなあの人。キリシタン資料館ほんと元気だあの人。ちょっとピントが合いました。縄跳びをする少女さん、ナベチカー2-3かしか知らない人。まあそれはそれで問題ですよ。それはそれで問題。まあ、嬉しい悲鳴ですけどね。アワビ、平戸さんアワビありますとか、サザエとかね。サザエ そんなものあるのかい。あ、こんばんは。京橋 TV ご視聴ありがとうございます。こちらこそ、もういつもすいません、ほんのちょっとしか見られずすいません。漬物でも今日も楽しませていただきましてありがとうございました。あのカレンちゃんが来て本当にね、大変だったでしょ。ハイパーキッシーさん大変だったでしょ。持ってくの忘れたんだよ。お疲れ様でした。この風景こそ醍醐味、海だ。そういう小野さんにツッコミを入れまくってる人、ナイスイグロさん。おっさわけみたいな。もうあのツッコミ入れないとね、寂しがりますから。ごめんなさい、いいんですね。一般道で、レブリミットまで回したことすごいですね。カロリーミットパンケール、イエイ。あ、そうそうそう、ここ最近ね、ラジオを中心に私渡辺の声が宮の浦まで CM でよく流れてます。特に FMK FM 熊本ねを聞いていると、いくつかの CM で私渡辺の声が聞くことができますんで、ぜひあのラジコプレミアムに入っているという方、福耳の時間帯以外でじゃあ聞いてみてもいいかななんていう方いらっしゃったらですね、ぜひ FM 熊本も聞いてみてください。僕の声で CM が何本か流れると思います。ここ最近結構流れてるんです。ナベッチしか知らないって最初で最後の人みたいなのに、そうですね、そういう意味に聞こえますよね。いいね、この港町。
か 2,3 を終えて寝るのが先か、途中で寝るのが先か、きっと後者だと思います。あ、皆さんどうもありがとうございました。おやすみ、ありがとうございました。風邪ひかないように。北部九州は、キリシタン関係の史跡は多いですね。ただし知識もなしに有名どころ以外の史跡を探すのはかなり難儀ですが、まあそうですね。天草もそうなんですけど、あの長崎のキリシタン遺跡っていうのが、今回世界遺産の、まあ、日本からの推薦枠に入ったようです。あ、違う、もう選ばれたのかな。で、その長崎のそのキリシタン教会群っていうのは実は長崎だけじゃなくて熊本県の天草もそれに入ってるんですが、まあ十分な幅がありますので、ぜひそれで観光客の皆さんがまた増えるといいなという感じがしますけど、ね、野田さんもありがとうございました。そろそろおやすみなさい。ありがとうございました。あの野田さんも風邪ひかないようにご注意くださいね。リスモでは CM カットですものね。なべつ、そんな福耳に気を使わなくても、いやいやいや、だって福耳リスナー多いじゃないですか、この中にもね。どこでも聞けるかな、はい、ラジコプレミアムに入っていただければ聞くことができます。めちゃめちゃ楽しかったです。スタッフの意識が半分飛んで視聴者感覚で笑いまくってました。まあね、あの子は本当あのなんていうのかな、番組ジャックとかね、そういう感じになりますよね。あの子一人いるだけでなんかこうね、番組の雰囲気がかなり変わるんですよね。そういう空気感持ってて、本当にタレントとしてはちょっとこうジェラシーを感じるぐらいです。ここでシーラを釣って、お、すごいです、シーラを釣ったことなんですが、嘘、友太郎さんから47ニュース、後藤さん名乗り新生命、残されたのは24時間。うわ、24時間経ったらどうなるんだ。後藤さんも殺されるってことか、あるいは名前がちょっと出てきた例の、あの軍のパイロットの人ももろともってことになっちゃうんでしょうか。あら、またボットが来たぞ。ボットというか、なんというか、センターライン復活です。ヒアーは、うん、やっぱ違うな、これちょっと違う、絡むのやめましょう。ナベッチお気になさらず、たとえマコさんが見ている可能性があるとしても、いや、ユーストリーム界でも先輩ですし、芸能界としても先輩ですし、それはもうもちろん。ラジコプレミアム来月加入します。おお、初月無料ですよね、確かね。まあでもね、あの正々堂々と戦ってますから。明日は私もルンルン娘でヘロヘロになります。なりますよ。毎週ヘロヘロ、まあ、毎日ヘロヘロですよね、親子だからね。まあ、でも頑張ってらっしゃいます、頑張ってらっしゃいますだって。心ない一言すいませんでした。生椎茸直売所、海とそしてプカプカと浮かぶ島々、綺麗ですね。長崎ならではの風景です。ボット、あ、これあのツイートサーチストリームの方にだけ出てきてるんですよ。建物がありません。フェリージェクシャオ、あのシャープカー23が入ってるもんでね、それで来ちゃってるんですよね。さあ、ちょっと減りました。83人の皆さんがご覧になってます。ナベッチカーズ3、今夜は肥前シリーズの第4弾です。最生誕記録更新、平戸縦断23をお送りしておりまして、現在その平戸島を南下しております。曇っているので逆光を気にしなくていいっていうのはいいんですけども、雨の心配が出てくるという非常に難儀な収録となりました。まだトップから見続けていただけている方、あるいは今日初めてトップでやってて、あ、ちょっと興味あるな、見てみようかなと思って見てくださってる方、今ナベッチアンダーバー MC からカーツ3投票ページっていうんでリンクを送りました。もしこの番組を見て、あ、投票してもいいなと思っていただけたならば、ぜひここから投票お願いします。で、もしあなたがアカウントをいくつも持っているという方であれば、ぜひこの下三角、これを押して1票ごとにこの下三角を押してアカウントを選び直して、でそれで投票してください。
そうしていただければ1票と言わず2票3票4票と、人によっては5票6票と入れることができます。できます言えてなかったですけど、できますんで、ぜひぜひカーズ3に投票お願いします。エントリーナンバーは002です。鍵カッコの部分もしっかりとコピーして投票してください。よろしくお願いします。どこでも FM でも FM 熊本聞ける。本当だ、ツイッターでハッシュタグ見たら変なボットが出そう。手書きのフリップきた。そう、これこれこれね。ぜひよろしくお願いします。はあ、疲れた、まあ、とにかくね、投票期間は2月6日金曜日までということになってます。今時点で投票終了までの時刻はこんなことになってます。9日と23時間44分6秒、まあ、その投票終了がおそらく前回も0時ぐらいにユーストリーム対象の事務局のアカウントがはいここまでっていうのがあったんで、そこまでだったんですけど、おそらく0時でしょう。注意、イノシシの看板です。だとすれば9日と23時間43分44秒43秒とその期限が近づいてきております。クリックマンさん、ご報告、昨日分の投票は002でした。ありがとうございます。ただですよ、あの昨日分っておっしゃってますけど、別に1日1票入れてそれが有効ってわけじゃないんですよ。一番最後に投票、同じアカウントで投票した場合は一番最後に投票したものだけが有効なんで、できればそのまんましていただけると嬉しいなっていう感じですけどもね。まあでもいずれにせよ002を書いていただいてありがとうございます。ウクレレさん、ありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさい。暖かくしてお休みになってくださいね。アーカイブご覧いただきますと、あの人のルーツに迫るちょっとした探訪企画がありますので、こちらもよかったら見てみてください。ぜひカズ3で複数アカウントで投票をよろしくお願いしたいと思います。かなり厳しいんです。あの今日オープニングの2、3ニュースをご覧になれなかった方、後でアーカイブでちょっとご覧いただくといいんですけども、まあ、そういうことなんですよ。かなり一般人に近いローカルタレントですからね、知名度もほとんどないですから。結構厳しいんだよな。どうなるかな。あと10日を切りました。まあ、とにかく皆さんの投票がなければどんどん進みます。どうしようもないですからね。動画はあと30分ぐらいですね。あらやだ、もう投票できないんじゃないの。みんなの力が必要です。なんで急にお姉になるんでしょうか。クリックマンさん、平戸島をどん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 南下しております。ところどころに集落があったりだとか、ところどころに町が形成されているんですけれども、その途中はもう本当に何にもないっていうようなところだったり、展望台だけがあったりだとか、そういうところが多いんですね。まあ、とはいえそれほど狭い道ではないので、すれ違いに気を使うっていうこともほとんどありません。なかなか走りやすい道です。あとはまあ南向きのドライブなんで、直射日光だとか逆光だとか、そういったものだけ気をつけると、まあ楽しいドライブになるんじゃないかなというふうに思います。テレビは録画でいいけど、ユーストは生が楽しい。そうですね、皆さんのコメントが読み上げられますからね。まあ最近ではね、あのニュースウェブのように、こう下の方に皆さんのツイートがこう流れるなんていうのもありますけどもね。でもユーストリームの場合は皆さんのツイート全部が出てきますからね。ナダさん、
002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 
してくれ俺にっていう意味です。2階越えた先ボートミー、街並みが広がってるものと思われます。ローカルタレントだなんてこの放送があればユーストリームで人気者ですよ。なことはない黒熊さん、どうやら今日はもう落ちます。なんか起きてられない。続きはアーカイブで見ます。お先にありがとうございました。黒熊さんも暖かくしてお休みになってくださいね。特に北国は本当冷えますからね。縛れるなーなんてことになりますので、ぜひ縛られないようにご注意いただきたいと思います。ありがとうございました。縛られないようにって失礼な話でしたね。わあ、ブルースマンソーラーパネルのさん、ご無沙汰に見ております。わ、嬉しいですね。ご無沙汰に見ていただいてありがとうございます。嬉しいございます。地図をお送りします。今日は平戸を南下しております。ユーストは配信主をです、ね、そうですね、いじってなんぼ。その通り、いじられてなんぼでございます。身も心も懐も寒い。いや、そう、心が寒いの失礼いたしました。ブルマンさん、こんばんは。あ、ブルマンさんと言えばいいんだね。ブルースマンさんって言っちゃいました。ブルマンさん、VP2 錦さん、投票してきました。嬉しいございます。ありがとうございます。ぜひどん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 拡散してください。こういう面白い番組やってるよっていうんで、ぜひぜひ。コメリ来た。おお、急に街並みが見えてまいりました。鍋地さん、縛られてみたいとか。いや縛られ願望はないけどな。まあいいや。まあいいやだって。なんだそのまあいいやって。抜かせてくれたんだ。年明け前、12月29日月曜日の収録です。平戸島を南下しております。動画3本目に入ります。宮の浦まで23キロです。あの方になら縛られてもいい。まあ言いませんけどさ。どんなんやねんなの。ブルマンさんからドラさんにアイコン可愛すぎだろまあね、この辺確かに可愛すぎですね。黒っぽい感じがありますよね。そうなんです、雲が黒っぽくなってきてるんです。ひー、縛られてみたいし、縛ってみたい。幸せす肌の CM をテレビでタイミングよく聞いて、なべちさんのいつものコメントを思い出してしまいました。大きな、ね、これはもうしょうがない。もう条件反射ですね。 JFK さん、あ、なべちおやすみなさい。カーツ3のために赤一つ作るから頑張ってね、ありがとうございます。嬉しいございます。LC さん、たまに変態です。え、いつもじゃないんだ、たまになんだ。へー、こんな感じでいいですか。いじってなんぼ。先ほどのね、ユーストリーム大賞2015の、MC以来待ってますよっていうんでね、かなりツイッターの方もアットマークなべちアンダーバー MC っていうんで、いろいろとやっていただいたんで、メールアカウントにガンガンそのアットマークアカウントを、まあ、ツイートしましたよなんていう情報が来てますね。嬉しいですね。ここから先明らかにこれまでとは違った。先週放送のルートを使って長崎から福岡へ帰ってきました。あ、ヤクモさんお疲れ様でした。ね、長距離のドライブ疲れますけどもね、まあ、しかしこの番組が楽しみの一つになっていただければ、それはそれで嬉しいです。うっそうと
とした全国津々浦々の変態さんたちが集う配信がございます。そんな番組にしないでよ。そんな区間に入ってそういう意図じゃないだろうが。なんでてっちゃんなのかよくわかりません。わーすごい地図。しかしいい声ですな。モテるでしょう。モテへんのですよ、こんなところにあんだ。これがさっぱり。本当ですよ、全然モテません。向かって左側に見えてまいります。ブルマンさんもぜひよろしければ関数3に投票お願いします。これ芸人ですからね。いや芸人ちゃうわ。芸人ちゃう。どん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 南下していきます。平戸島を、ちょっと平戸島でですね、右側って言っちゃいけないか、平戸島の向こう側です。東側を南下しております。あったあった。前方左奥に見えるのが平戸高校です。武田鉄矢さんのことてっちゃんって言うんですか。ついつい立体的に表現されてます。エキセの千枚よろし。本日40周年おめでとうございます。おめでとうございます。バーパパ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 ン。これのことを口で言ったんです。セルフ SE です。バンボンバンボンバンまで自分の口で表現しました。衝撃さんがまたユーストリーム大賞2015の司会にダベッチアンダーバー MC を推薦します。ありがとうございます。すごく走りやすいですね。これ2015っていうのがミソです。今年じゃないんです。来年開催のユーストリーム大賞の司会に推薦っていうことなんですよね。何票入れたらいいとすれ、何票でも入れてください。もう何票ありてもね、少ないってことはないです。足りない、多すぎるってことはないです。黒崎バイパスの福岡方面の陣の春インターというのが、渋滞名所になっている。すごい大自然です。バンボンバンボンバンパパ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 パンボンバンボンバン。本物聞いてみましょうか。もう一回ティンパニーの部分ですね。ドン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 、多分2つあるんですよ。ダンドンダンドンダン。そこの上にマシュマロ置いてダーンってやったらポーンってやったらボーンパクッと。何言ってんでしょうかね。深夜0時半のテンションでございます。キンコンキンコン。昔の車ありましたね。 100キロを超えるとそうなるんでしたっけ。それ確かキンコンキンコン。少しだけ濃くになった、そうですね、少しだけちょっと狭くなったり、でもまた広がったりっていうような感じ。前に朝から KBC を聞いてたらば、次はケセの三枚おろしと言われて待機してたら、徹夜氏の番組ではなくてスポーツコーナーだった。そんなこともあったんだ。完全なる、だから KBC 側のミスでしょうね。ケセの三枚おろし、往復312キロ、燃費計初めて30を超えました。なんか嬉しいですね。いいですね。30超えると確かにね、一つの壁を超えたなっていう感じがしますね。あ、愛ちゃんさん、あ、落ちてた。おかえりなさい。なんか南下しています。ふと思ってしまいました。失礼しました。いいんです、それは全然失礼じゃありません。効果音が長岡祭り大花火大会。そうなんだ、これこれが長岡祭り花火大会と同じなんだ。へえ。可愛い舞妓さん風に言わなきゃやだ。何票でも遅れやす。これでいかがでしょうか。遅れやす。うち票が足りひんねん。お頼もします。実は腹黒い。キンコンチャイムって呼んでたよ。あ、そうなんだ。キンコンキンコン。いえいえ、 KBC ではそれが使用のようです。 RKK に馴染んでいるオイラにとってはちょっとびっくり。平戸をどんどん南下していきます。三枚おろしっていうスポーツコーナーなんですかね。面
白いな。そういう仕様なんだ。初めて聞いた。とりあえず10万票ほどそれで1位になっちゃうんだ。ももクロをあっさり抜いてっていうね。さてこの後国道は間もなく終点を迎えますが、その後も引き続き県道がこの先に続いてるんですね。というわけでその国道を抜けてさらに先に進んでいきます。それが今日の目的地宮の浦です。カーツ3でおなじみの BGM が土曜朝の健康番組の BGM で流れてたの。あ、甘すぎだ意外にね、やっぱりその著作権フリーの音っていうのは重宝されるんですよね。おめでとうございますの SE はどこの素材ですか。フロントガラスに雨粒が。サホミさん、もし PC でご覧になってるんであれば下の方にあります。ハートレコードっていうところなんですけど、これ番組第2回から使ってます。第1回は、ね、無音だったんですよ。第2回から BGM、 ほとんどの素材についてはこのハートレコードから使ってます。黒猫来たー。おーい、だんだんと天気が怪しくなってきました。誰か走ってた。そうですね、了解です。探してみます。あの BGM の他に SE もあるんですよね。これ結構重宝してます。でもう一個下にですね、ミュージック V、ミュージックイズ、なんとかっていうのがあるんですけど、こっちの方がね SE っていう観点からいくとかなり使えるのがいっぱいあります。で、あ、これテレビで聞いたことあるみたいな、そういった音素材もあるんで、ぜひ皆さんも使ってみてください。ボソハートレコード、実は私も愛用中。使い勝手いいですよね、カメレオンショーさん。それにしても編集点がない状況が続いて。そうなんです、まあ、やっぱり島ですからね。地続きとはいえ、橋でつながってるとはいえ、信号もほとんどないですからね。だから自分で作るしかないんですよね、こういうところは。平戸をさらに南下しております。お、また次の集落が見えてきました。まだこの辺りは国道です。カカシです。今の人っぽかったのはカカシです。学校があります。これは中学校ですね。南部中学校ということは、この平戸の衝撃さん本当に南部に入ってきたんだというのが。あ、じゃあ佐紀さんが衝撃さんのさらにリツイートしたんだ。ユーストリーム大賞2015の司会にナベッチアンダーバー MC を推薦しますと思ったらすんなり見つかりました。ありがとうございます。よかったです。おめでとうございます。ぜひ BGM はハートレコード。カカシ、そうなんです。おばちゃんかと思ったらカカシだったでござる。そろそろ野生のタヌキが飛び出さないかしら。前々回ぐらいはキツネが出てきましたけど、あ、去年の最後の回かな。じゃあ去年の最後の1回前の回かの回はウサギが出てきました。あ、じゃあキツネだ、キツネ。でウサギはね、先々週のユーステーション終わりの帰り道で見ました。某 AV でイメージビデオ的な、シーンでこの BGM 使ったやつがあって、さすがに聞きながらなるほどね。それちょっとごめんなさい。綺麗な青看板が見えません。左に行きますと60号線です。ちょっとしたスーパーマーケットみたいなのがこの辺にあります。でまたちょっと民家の姿が減ります。変な感じになってます。カカシか、おっさんかと思った。犬が出てきた剣道ならばならぬ剣道の回もあった。そうでしたね、明らかに路面先々週ですね。先々週国道なんだけど犬が2匹、鎖もつながれずに2匹で走ってたっていうね、なかなか面白い回でしたね。
お、犬の散歩をするかかしそんなんあるんだ。長田です。反対車線はまだいいんですけど、スケの長田です。やっぱね、先の方に先の方に来るとやっぱりこうやってガタガタなところも出てくるんですよね。国道とはいえ県管理の国道ですからね。じゃあ県道にしちゃえよって話ですもんね。ありがとうございますの SE も見つけたからダウンロードしたり、あ、よかったよかった、ありがとうございます。これであなたもカーツ3ごっこができるね。何言ってんでしょうか。ですよ、例えばツイキャスしながら配信するときに、まあ、カーステレオでこの辺の BGM 流しとけば楽しい雰囲気も伝わるし、著作権も引っかからないしっていう、そういう利点はありますよね。この上が雨雲だ。はい、雨粒がフロントガラスにつき始めます。ちょっと迷う道だな。これでも一本道ですよ。国道ずーっとまっすぐです。雨が降り始めてしまいました。今回と次回はその雨にちょっと苦労します。雨粒、雨粒、はい、徳田ねで、ここ最近はね、ドラマが、新しいドラマが始まる週だったんで、じゃあお天気天達呼んでもらっていいですかってこう小倉さんが振るんですよね。それで呼ぶ俳優さ ん、ね、もうちょっと嬉しそうなんですよね。あ、これ言いたかったんですよみたいな、ね、れてるようです。天達とか言いながら、で天達さんも嬉しそうなんですよ。おばちゃんが天達はアクアの調べいいこと言いますね。面白いです、ね。まもなく国道は終了です。この角で終了です。ここからは県道です。平戸タビラ線、くーそれカビラですね。長崎の県道19号線に入ります。相変わらず雨粒はついてます。ハートレコードの曲いいけど iPhone で流しっぱなしにできない。そうか、でも iPhone の、あ、そうか、それダメか。あれですよ、それだけのために CD に入れるとかねそういうのもありますね。お団子発見ありましたね。女優さんに呼ばれるとデレデレになる天達さん、そうそう、まあ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 、ありがとうございますとか言って、いや本当光栄です、呼んでいただいて。さあ、明日の天気なんですけども、ちょっと冷え込みそうです。コマーシャルなど詳しくお伝えします。ダダ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 、で後ろでこう映り込むピースピース、あの中にまた三上さんがいたら面白いですけどね三上さん何やってんすかみたいな。ちょっと雨粒が大きくなってきます。文字通り雲行きが怪しくなってくるっていう、そういう図です。雨粒、長崎の県道19号線をさらに進んでいきます。現在の時刻は0時39分。今日の動画はあと10分ぐらいで終わるはずです。終わる前にはおまけ、オープニングからずっと言ってますけども、さあ皆さんの方のおすすめではあるんですけどね、ルーツの場所、そこに出向いています。三上にやってもらいたいね、5周年の時に各情報番組の映り込みね、いいですね。
天達さんの後ろの方で、あれあの人見たことあるよねみたいな二度と呼ばれないという。三上さんはウォーリーじゃありません。うまいこと言いますね。確かにそうだ、三上を探せ赤と白のボーダー着せてね、メガネかけてる。言うと映り込みに行きそうな三上氏、もう何言ってんの、またまた。そういうこと言っちゃダメだよ、もう俺 IT ジャーナリストの仕事来なくなっちゃうかみたいなねみたいなね。いいな、それ楽しそうだな、楽しそうだな、ふふふんとか言いながら適当なことばっかり言ってるわ、もう俺は。ほんともうひどいね、申し訳ございません本当に。さあ弱いとはいえ雨足がちょっと強くなってきたかなという感じ。ウォーリーの格好想像したら似てきたりして、なんかね それっぽく見えてきますよね。あ、カメレオンショーさんありがとうございました。暖かくしてお休みになってくださいね。抜け出したようです、雨雲エリアを抜け出しました、ラッキー。以前この BGM が歩む道っていう曲名だと聞いて探したけれど、探し方が悪いのが見つからないんです。後の曲は嘘、歩む道で間違いないですよ。細かいな、おかしいな。でこのハートレコードっていうのはね、あの iTunes でいいのか、iTunes のポッドキャストでもやってるんですよ。で、かなり数も増えてきまして、楽曲の数も増えてきたんで、パート3までできてます。でこの歩む道っていうやつはおそらくその中のパート1の方に入ってますんで、ちょっとそちらも含めて探してみられてください。サイト上でももちろんあるとは思うんですけども、もしそれで見つからない場合はポッドキャスト、iTunes のポッドキャストの方にも購読していただいて、もちろん無料です。そちらで探してみてください。意外と使えるのが多いんですよね。またちょっと雨粒がつき始めてます。蛇行しながらも髪型もちゃんとしていきそうだ。そうですねウォーリーっぽくね。あ、師匠さんありがとうございました。おやすみなさい。暖かくしてお休みになってくださいね。降りてまた登るっていう感じです。総じて西の方に進んでいる。もう間もなくその丘の先に宮の浦が見えてきます。動画の時間はあと10分を切ってます。切ってるはずです。残り時間が見えるわけじゃないんですよね、これね。ユーストリーム側に、ユーストリームプロデューサーにぶち込んでるんで、残り何秒というのが出てこないんですよ。700A さんもどうもありがとうございました。暖かくしてお休みになってください。目にまつげが入ったもんで、まつげの抜け毛が入ったもんで、かゆい。おお、浜崎さんすごいな、視覚障害を持ちでもちゃんとこうね見つけられるんです。すごい、ハートレコードが無事発見できました。なるほどなるほど、 BGM とか SE とかの話ばかりですみません、答えてくださってありがとうございます。いいんです、いいんです、くー、タビラ J です。どなたか毛糸の帽子を用意してあげて、赤白ボーダーの完全にウォーリーですね。走りやすい剣道、そうです、あ、そうそう、剣道です。剣道19号線平戸旅路線です。長崎の県道19号線です。
登り切って下っていきます。前の軽自動車についていきます。野田さんのツイートにリツイートされてますね。マッピートキオさんですか。そうです、ヒラトじゃなくてヒラドなんですね。どうしてもあの上戸彩の例があるんでね、ヒラトって呼んじゃうんですけど、実はヒラドなんですね。まあ、九州の方だったらね、ご存知の方多いでしょうね。さあ、もう間もなく今日のゴールが見えてきました。その向こうには海しかない。いいですね。ナベッチ、前の軽自動車を煽っています。いやいや、煽ってない、煽ってない。やはりすごいですね。でもいい景色ですよね。あの山口県の角島に来た時もそういえばこんな感じだったかなというのを思い出しました。地続きになっております。角島、あと2分もすればまださらに西に向かっております。漁港に着くはずです。田んぼがあって話があります。真新しいお墓もあります。民家があって、この辺は結構傾斜が急ですよね。煙が上がってますね。こんな道なんかワクワクします。わかります。特別ね、あの険しい道でもないんだけども、むしろすごくいい綺麗な舗装になってるんですけど、なんかワクワクしちゃいますよね。で、前方たまにこう海がね、地平線まで見えるっていう、素敵ですよね。右側に海です。この後は黒船に乗り込んで密航を企てるナベッチ。キッ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 。いやいやいや、角島ですか。角島じゃなくて角島、角島、角島か、角島、角島じゃなくて角島。ありがとうございます、ブルマンさん、ありがとうございます。そうなんだ、僕ずっと角島って呼んでました。今ご覧になりました。おそらく鷹で す, ホークスです、ね、目の前をブワッって飛んでいきました。あの地平線限界なんだ、限界ならじゃないな、限界なんだではない。とっさに右と言われてもすぐ右を向けない私大変だ、それは大変。鷹ないしワシと思われる飛翔体が目の前をブワーって飛んでいたんです。怪しい外国人から粉入りのアタッシュケースを受け取る。ほらほらほら、無理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 ってなんだ、まあ、無理だけど、いや、津軽強調、あるいは角島。へえ、いい部分、角島なんだ、知らんかった、知らんかった。さあ、まもなく終点です。おマットさんでした。終点にまもなく到着です。港ですね。まもなくその終点ということになります。
なぜか前の車は中途半端なところに車を止めました。で、県道はおそらくここで終点です。ラインが全部なくなります。矢野浦港に到着です。番組最西端記録を更新です。北緯33度11分、東経129度21分。宮野浦、北緯33度11分、東経129度21分、平戸市到着でございます。橋で結ばれた日本最西端の港町、宮野浦到着です。で、この後は平戸の市街地です。平戸ちゃんぽんとかあるんですね。この平戸の市街地、平戸島の北の方にあるんですけども、そちらに戻ってまいりました。平戸市役所なんですけどね、ちょっと内装工事中です。この目抜き通り、シーマ銀行があって、源泉地中化すればもっといい街になるんですけどね。あ、いい匂いだ。レストランブラリ、途中下車の旅、いい、ね、あは、おやおや、なべちさんどこに歩いてるんですかね。ルーツの店、あのカメラ店ですか。平戸店、そうですよ、あは。BGM の名前はちょっと寄り道ですね。そうそう、一番有名なのはそれですよ。ナンパしにナンパじゃないんですね。あとさ、よさげな街でしょ。観光地化されてるみたいですね、あのお店。街の皆さんの声が聞こえます。ソニーと書かれたところ、ここです。デジタルステーション、カメラの高田、そうです。ここなんですね、ルーツは。で、店の中身よく覗いてみたらはですね、あのジャパネット高田でおなじみの店の前にもケルヒアがありますけどもね、営業してましたよ。そういう商品がいっぱい並んでおりました。ジャパネットでおなじみの商品がいっぱい。ちなみに収録日は12月の29日、まだ高田明さんが社長だった頃ですね。はい、ということで改めまして、こんばんは、なべちでございます。いかがでしたでしょうか。カメラの高田、まあ、あのジャパネット高田のルーツとなっているところなんですね。おー、カメラの高田、ここがジャパネットの原点。そうなんです。ということで、まあ、ジャパネットの、まあ、取扱店みたいなだったかな、なんかそんな感じの、ことが書いてありました。まあ、現新しい社長になって、実はロゴなんかも変わってるんですよね。歌は変わってないんだけども、ロゴが変わってます。ぜひちょっとそういったところも今度注目してご覧になってみてください。何か買い物したでござるか。いえ、何も。ちょっとあのさすがにね、あの動画撮影しながら行くのはちょっと失礼だなと思ったんで、そのまま帰りました。中に入らなかったんですね。まあでも中身の商品見たら、あ、なんかおなじみの商品ばっかりじゃんみたいな感じだったんですよね。というわけで、今回のルートはこんな感じのルートを走ってまいりました。佐々中学校前からスタートしまして、平戸大橋を渡り、そしてずっと南下して宮の浦漁港まで、こちらまで走ってきたという今回のルートをご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。後ろの日付が昨日のまま、あ、そうそう。これね、いつも忘れるんですよ。1月28日水曜日です。もう1月も終わっちゃいますね。早いな。この間2015年に入ったばっかりなのに。では、時間がなくなってまいりました。12時54分です。巻きでいきましょう。続いてはこちらのコーナー参りますよ。インフォメーションね。ボリューム上げたまんまだった。はい、では参りましょう。インフォメーションヌのコーナーです。まず日付変わって、今日はスイッチ791、12時6分から生放送です。先週から新たに僕が CM を読んでいる、とある CM がスポンサーについております。1時台後半のコーナーをお楽しみに。
そしてそして辰野敏郎みたいですね。チーズ、そうですね、確かにぬみぬぬぬ、ありがとうございます。ぬ、ありがとうございます。すで、にカメラ店らしくない罠、そうですね、確かに。そしてカリーヌ下取りスマイルアビニュー RKK ラジオで6時40分からの生放送、今日のランキングのコーナーは受験生応援グッズだったかなのランキングをお送りしてまいります。鍋広志とそして黒柳めぐ子さんの登場でございます。ぜひこちらも楽しみにお待ちいただきましょう。6時40分から生放送、 Wii ストリームは確か今日やるはずです。ツイキャスで午後8時からときみらの裏となりますけども、ぜひよかったら、あったら見てください。よろしくお願いします。グミと畑ヒーローズは土曜日夜10時からの放送です。今回は僕じゃなくてミーナが取材に行っております。交互期待でございます。そして FM 大国で日曜日午前10時からの生放送、サンデーユーステーション、今年初登場となったおはようございますは、来週も来るんでしょうか。そしてそして、あ、そうだ、サンデーユーステーションの頃にはもう2月ですよ。2月1日ですよ。早いですね。そしてカリーヌ下取りスマイルアベニュー、2月に入ってももちろん生放送6時40分からです。ぜひこちらもお聞きいただきたいと思います。もちろんユーストリーム配信もありますからね、こちらもぜひ楽しみにお待ちください。では来週のカーツ3です。来週非前シリーズの第何弾だっけ。どうぞ。左に行きますと月ヶ浜海水浴場です。2月に入っても非前シリーズはまだまだ続きます。非前シリーズの第5弾、直線 9.7 キロを超遠回り、国道204号線をテーマにお送りしてまいります。ちょうどこの平戸から帰っていって、今度は北側、204号線北側の方に行きまして、そちらの方から今度はもう長崎県から佐賀県に入っていくというルートになっております。非前シリーズの第5弾は直線 9.7 キロ超遠回り、国道204号線、こちらをお送りしてまいりますので、ぜひぜひ楽しみにお待ちいただきたいと思います。ポップタンさん、実はスマイルアベニュー毎日こっそり拝聴しておりまするというのも、ちょうど帰宅する時間、あ、それは嬉しいです、ありがとうございます。ぜひ今後ともごひいきにしていただきたいというふうに思います。さあ今日は、テスト配信の時間からずっとトップに乗ってたようで、番組本編が開始する頃にはもう今みたいな70人ぐらいの皆さんがご覧いただいてたようです。本当にありがとうございました。まあこれがね、70人見てる皆さんみんながカーツ3に投票してくだされば、それはもう安泰なんですけど、そんなことはないわけで、だからいかに面白い番組を作るかっていうのは、本当に配信主としては頑張らないといけないところなんですよね。それは企業であり、アイドルであり、もちろん個人だってそうです。どれだけ愛していただけるかっていうのは本当に、その人の頑張り次第というところありますんで、まあ悲願でも仕方ないんですけどね。カー2、3しか知らない人を大切に、本当そうですね、本当そうしていかないといけないなって思います。だってそういう人たちがいるからこそこの番組はずっと続けてこれたわけですから、そういった意味では、皆さんにどれだけ感謝の言葉を言っても言い過ぎってことはありませんからね。ダダさん、反射祭グッズが当たると、あ、そっか、ダダさん当たったんですよ、おめでとうございました。そうですよ、くまモンともう一個、ね、この子のついた反射材セット10人の方にプレゼントしたんですけどもね、あの県の担当者の方がいっぱい持ってきてくださったんで、あ、じゃあこれどうぞどうぞみたいな感じでおっしゃったんで、急遽プレゼントに出すということになったんですけどもね、見事ご当選、ダダさんおめでとうございました。この SE もちゃんとね、ハートレコードにありますんで、ぜひカーツ3ごっこ楽しんでみてくださいね、皆さんも。あ、野田さん起きてらっしゃった。お疲れ様でした。ありがとうございます。UI さんもどうもありがとうございます。700人突破しましたね。ありがとうございました。
まあとにかく今日もカーズ3、無事に終了ということになります。何気に応募してみたら当たっちゃったでおめでとうございました。よかったよかった、運がいいんですよ。本当にたくさん応募いただいて、当たらなかった方は本当ごめんなさいという感じなんですけどね、というわけでまた寒気が流れ込んでいるようで、今日ミヤネ屋見たらびっくりしましたね。ニューヨークで大寒波が襲来していて、で交通機関も麻痺してたっていう話ですよね。でその寒波が蓬莱さん曰く今度の金曜日ぐらい下手すると東京あたりに来る可能性があるんだそうです。東京の皆さん気をつけてくださいね。まあ東京が麻痺するってことは当然ね、全国的にも影響が出てくるわけです。で、東京が雪ってことは東北はもっとひどい雪になる可能性が高いというわけですよね。日本海側の方とかね、特に大変ですよ。熊本はねそこまで行くことはほとんどないもんで、一昨年ぐらいに一回その当時乗ってたスイフトの車の上に 5,6 センチぐらいの雪が積もったってことがあったんですけど、本当に珍しい、十何年ぶりなんじゃないかっていうぐらいの積もり方したのを思い出しました。まあどうでしょうね、今年はもう熊本はそこまでの雪はないでしょうけれども、2月15日熊本城マラソンの日にそんなことないですよね。雪の中走るなんてことならなきゃいいですけどね、きっとないでしょうけれども、日頃の行いが僕悪いもんでそんなこともあるかもしれません。皆さんもどうぞ風邪などひかないように、そして2-3 にぜひ投票をよろしくお願いしたいと思います。あと9日とちょっとです。皆さんの投票よろしくお願いします。また来週です。今度は2月です。